それじゃあ早速だけど、前回負けた人形の王の次のロミオまでね、倒していきたい。さあ、壺頑張るぞ。ロンゲの壺、頑張れ。はいはい、いけるぞ、これいけるぞ。チャンスなんだから、いける。あー、くそ、取れねえ。ダメだ、指名が取れそうだったのにな。これもダメだな、時間がない。取れた、マジか、おいしい。すまんだ、どけどけ、壺。ほらよ、くれー。こっから、はい、必殺ユーピオラッシュ。あ、まずい、これドーンだ。壺よし、とりあえず蹴りをつけよう。オッケー、よし、蹴り取った。じゃあ次っすね。ここはね、前回みたいに飛ばします。こっからロミオっていうね、強力キャラが来るから、まずは壺に。あぶねー、まだ実際2回目なんだよね、これ。動きが全然わからん。おおおおすごいな、なんか別ゲーだな、こいつだけ動きが。はいはいはい、いいよ。壺危なくなったら俺が回復してやるからな。あ、ちょっともうそろそろ危ない気がすんな。いやいや、うわ、ここ使っとこう。ほい、よし、いいぞ、回復した。あぶれ、おっと、おら、あぶれあぶれあぶれ、動きわかんねえ、マジで全然。おお、何その速い。おおおおお、怖っ、マジ怖っ。えんちゃん、電気えんちゃん、いって、壺をたけってくれ。2回目だから動きが全然わからん。めっちゃ来るやん、俺に。なんかもう分かってんだ、俺を潰せばなんとかなるっていうのが。はいはいはい、いよいよ、はい、おら、おし、よし、蹴るや、どけ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 、壺をどけ。よしよし、危ねえ、くれー、もう一発、いいよ、いいぞいいぞいいぞ。そうそう、延長してきそうじゃね。なんか延長しなかったっけ、こいつ前回。あ、これ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 、やばそう、これやばそう。あ、やばいやばいやばい、やりすぎやりすぎやりすぎだって、普通に。オッケーオッケー、取ったぞ。はい、こっからさらに必殺、おら、来たぞ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 、俺もエンチャー入れてく。うわー、あー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 、おいおいおいって、絶対多い、これ。ガムシャラに逃げます、ガムシャラに逃げます、ガムシャラに逃げます、ガムシャラに逃げます。とにかくこの580コンボから危ないです。おっ、かわした、かわしたかわしたかわしたぞ、かわしたぞ。ズボン、あとはお前がどれだけ下げれるかだ。はい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 、あー、死んだか、ズボン。そこでマジか、うわ、そこで来んの、お前やばい、やばいやばい、ハハハハ、無理だよ。いや、怠慢だ、ツボが死んだ。ユーピオサイコガン、入った入った、いけ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 、え、爆発した、ユーピオサイコガン、あぶ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 、あー、スタミナがない。あともうちょい頑張れ、ツボ、ツボがもう見るしかない。俺がなんとか耐えないと、ここで。あ、やばい、ツボ、ツボー、いけ、ほっ、危ない、危ない、はい、くそ、こいつなんかすげえ動くな、ほんと。ここの最終段階に入ると危ねえ、スタミナ管理して、こチャンス、はいはい、オッケーオッケー、来てるぜ、よしよしよし、一発入ったぞ、チャンス、はいはい、よっしゃー、バレー、ユーピオサイコガンガンガン、しゃー、倒した。これ持って帰ろうぜ、なんだこれ、おお、倒したぞ、ついに。これ持って帰ろう、ユーピオ、これ広い広い、これいいぞいいぞ。おお、なんかある、
いや、そんなことよりこれ拾った方がいいと思うんだけどな。あ、間違えた。いやー、きつかったー、マジで。マジ強いな、こいつ。ああ、ソロで。おい、行くぞ！影か。自分の影だった。あれ、拾いたいんだけど、拾えないのかな。あれ、受付の人形どこ行った？カウンターに残されたメモ。お、ゼベットの人形、ゼベットの人形様、お伝えことしたいことがあります。なんだって？ちゃんと渡しなさい。ゼペットの人形様へお伝えしたいことがあります。エルシオン大通りに向かう方のホテルの庭園までお越しください。なんだ、あっちか。おお、今のボス倒したから変な服取ったぞ。変だな、もうこれおむつみたいになっちゃってんじゃん。おむつ、オムピオですね、オムピオ。あ、いたいた、どうした、黄昏れてこんなとこで。Welcome, good sir.お越しください。ありがとうございます。自分でお話しするのは初めてでございますね。お、自分の意思で。実はあなたに打ち明けたいことがあります。きっとあなたなら答えを知っていると思って、まず私は覚醒をした自我を持つ人形です。ほう、自我がある人形なんだ。はい。きっかけは何なのか分かりません。どうでもいいことです。それよりアントニオ様のことをお話ししたい。アントニオ。はい。私はアントニオ様を愛しています。人形のくせにおこがましいとは存じますが、はい、あ、そういう話はですね、あのゼペットじいさんに話してもらっていいですか。あの、僕そういう愛とか好きとかよくわからないんですよ。ただあのゼペットじいさんがよくあの本棚の裏を探してもらうとわかるんですけど、あの裸の女性と裸の男性が抱き合ってる写真がいっぱいついた本を見てます。あれがおそらく愛なのかなと思ってます。なんだって、人間と人間の間に愛は生まれるでしょうか。結婚指輪を見せる、これか、これだ。前回手に入れた、前回手に入れたんだよ。そう、人形とおじさんと人形のおばさんが恋をしてるっていうのがあったんだよ。おう、これお前にやるわ、うん、重すぎるからこれやるわ、うん、本人には伝わり病に伏せている彼女に負担をかけたくありませんか。なるほど、正直なところこれは望んでいた以上の答えです。これは私のための嘘としても一生忘れません。あ、嘘じゃないです、本当にマスター。はい、あの、なんか勝手に会話を終わらせようとしてます。すいません、これ1個25万します。あの、振り込みはペイペイでお願いします。アントニアってあなただったんですね。ああ、いろいろな恋愛ってあるんだな。残ってるよ、おばあちゃんはまだまだ綺麗だよ。元気に頑張ってほしいよ、これからでもな、うん、あの肖像画がおばあちゃんの若い頃なんだ。ああ、確かにすごい綺麗だね。いや、おばあちゃんも負けてないよ。ああ、綺麗なお召し物着てね、素敵じゃない。俺はそう思うけどな。あの肖像画の印象が残ってるかって言われて、うん、残ってるよって嘘ついたんや。でも P はなんか心が痛いみたい。でもいいことだぜ P、 嘘もいいんだよたまには。うわ、出たー、今のはあれか、ロミオの武器だこれ。でもさ、俺全部武器に変えてんだ今まで。ボスソウル、そろそろさ、ちょっと指輪見てみる。これだろ、三位一体のアミュレット、どういうこと。これはもしかしてこれがあることによって三位一体の部屋の謎が解けるんじゃないか。ちょっと俺よくわかんないけど、だそろそろ指輪行くべきじゃない。ここはな、全部武器買ってっからさ、俺本当に。あ、また武器買っちゃった。いたー、猫、これか。猫めでまし、え、どういうこと、めっちゃ切れてんじゃん。やるか、おい、クソ猫この野郎、ちょっと可愛いからって調子に乗ってんのか。おい、よしよしよし、クソってるげ。なんかここのボスを倒したらリンゴおばさんね、リンゴ泥棒のおばさんに、あ、リンゴ泥棒のおばさん、あ、レコードが、この音楽か、
この人の歌だったんだな。お、赤の女優のロケット。なんだこれ。これも貴重品なんじゃないか。あー、リンゴおばさん。え、記念の証として送られた小さな。この姉妹は、姉妹、あと、ん？誰かにあげるのか？鹿とあげる。さあ、じゃあここから続きやっていけばいいのかな。で、今日はですね、こちらの武器使っていきます。暴君暗殺者の探検っていうね、こちらはですね、もうクリティカルナイフです。めっちゃクリティカルが出るナイフ。はい。まあ、戦技的なものも、一定時間さらにクリティカルが上がるみたいな、このクリティカルナイフをね、使っていきます。ほんと？くしょ。え？ I'm glad you're safe. おじいちゃん何してるんですか、こんなところで。さっきまでお家にいましたよね。怪しいなおじいちゃん。おお。おじいちゃんこんなとこまで歩きで来たんですか。あの王様は耐えたことなかったです。壺を描いてくれたんで。そんなことよりもおじいちゃんは目的がちょっとよくわかりません。エロ本を読んでるぞおじいちゃんって何ですか。最近学びました。あれはエロ本というものらしいですね。ただあれを見て何が楽しいのか僕にはよくわかりません。最後の希望かもしれないって言われたって。あんなエロ本読んでるおじいちゃんに言われたくないです。逆にあなたの希望はあんなものでいいんですか。ありがとう、なんかくれるみたい。アントニアたちが助かるのはいくか違うだろう。大博覧会を調べてみる。なるほど、大博覧会を調べると。はい、了解。わかった、行ってくるよ、おじいちゃん。まあ、どうやら人形の王が、なんか人形たちを操ってた感らしいね。お、ここは人形なのか。あ、人形か。さあ、クリティカルナイフ、見せてやるぜ。おい！めっちゃやばいこれ。すげえ気持ちいいんだけど。はいはい。いや、めっちゃ気持ちいい。この武器すっげえ好きなんだけど俺。やっぱこういう武器よな。そういえばワインババアのワインがここにあるらしいんだよね。この先にありますって言われたんだよね。だからワインババアのワインって言いまくってたからさ。これみんななんか動かなくない？悲しんでるのか、まさか。人形の王が死んだから。え？マジでそこまで悲しい、やる気なくなってるってこと？人形の王が、人形の王を倒したから感情があるな、こいつらには。さては無理して起きなくていいぞ。どうせクリティカルナイフの餌食になるだけだお前ら。おい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 。あとですね、あ、そう、ボス戦で、ね、何気なく使ってたユーピオサイコガンを覚えました。ユーピオサイコガン、ドン、鉄鋼榴弾みたいなね。はい、当たったところが時間差で爆発すると。ね、うつ状態だ。本当だよ。楽でしょうがないわ。うん、わあわあ、めっちゃ消えてる消えてる。はいはいはい。いやー、めっちゃ気持ちいいこれ。この連打が超いいねこれ、うん。ちょっと強化してきたんだけどこれでも。はい。お掃除しないなら。壊れてくださいね。すみませんね、どうせ邪魔してくるんだから。さてと、まあそういうことだよな。王様がいなくなって悲しいんだよこいつらも。しょうがねえよ、悲しいもんは悲しいんだよ、うん。まあそれと俺とユーピオの行く手を阻むのは全然話が違うからな。だからといって俺たちは歩みを止めないぞ。行くぜ。おい、めっちゃ気持ちいいこれ。ショップで買っただけなのにこれ。めっちゃいいわこれ。めっちゃ好きなんだけどこの武器。やっぱ技量武器よな。おい、うおいしょ、爽快すぎ。テルミット。でも何気にボス戦で使ったあのクリカリカリですね。一回話聞いてみたらユーピオ、すいません、あの何が悲しいんですか、逆に聞きたいんですけど。はい、あの王をやったの僕です。あぶね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 。見て、靴べら、靴べらみたいなの殴ってくるんだ。
はいはいはい。これ逆にさ、戦技使ったらどれぐらいクリティカル出やすくなるんだろう。ちょっとやってみるか。試してねえもんな。めちゃめちゃ切れてます。なんかいない？どっかにいない？いないか。なんか声が聞こえたんだけど。ワインないな。まだこの先かな。やってみるか。行くぞ。はい。あ、こっち強いぞ。え、でで。うわー、やばい！やばいやばい！やばい！引け引け引け！めっちゃ消えてるあいつ！やばいぞこいつ！戦技。はい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 。クリティカル！ひるまんな、この女。マリリン。マリリン。マリリン。全然ひるまん。出てるけど強ーこいつ何？めっちゃ強いんですけど。やめてそのピ、そのピチマシピチマシやめて。やばいやばい。ユーピオサイコガン！ドン。ユーピオサイコガン！ドン。あぶら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 。ドン。よし。ドーン！やべ、強くないこいつ！ちょっとあれはガチでいかなきゃダメだな。先にサイコガン決めて。はい。2発。いい感じ。いいね。いいね、いいね。これ強くない普通に。来るぞ、来るぞ、来るぞ。ここで、一発。はい！来ました。やっぱ、使い分けだな。とりあえず、この、今一番気に入ってる武器、この2個だから、これ使い分けでいこう。よし。ただ、今日の趣旨はナイフだから、なるべく強いやつ以外はナイフで。もちろん行きますよ。それよりも、俺が気になってるのは、ワインババアのワインや。今日は絶対それは手に入れるぞ。ワインババアのワイン手に入れなかったら俺はもし、今日やめるにやめらんねえよ。見つけるまでやめれまてんだよな、普通に。見つけた瞬間即終了にしようかな、もう。こうなってきたら。ワインババアのワイン見つけた瞬間即、もう言えてないからいいや。そう言えてない場合はもうダメです。はい。基本的に。実況者は。いや、結構おるな。なるほどな。まずはお前からか。来いよ。おい。いやーこれマジクリティカルが出てくるっていうのがほんと気持ちいいな。これはね多分だけど、こいつから最高感だね。最高感。いやー強っ！めっちゃ入るやん。いいねいいね。最高感マジいいな、これ。何気なく買ってみたけど最高感。はい。弾補充。こっちにもいなかった一匹。やっぱいるな。はい、最高感。ドン！いいね。え？なんだ？今入んなかったのか？リロード、リロード。もう一発。はい！もしかして、射程距離があるか？おお、一発いった、ナイス。はい。いきます。はい。はい、はい。やばい、後ろなんか突っかかったぞ。マジか。これはこっちにしよう。はい。そいだ。うー。はい、さあナイフにして使い分け残念あ、痛い痛いスタミナ流した痛い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 の連続コンボですねはい OK さあわいあれもうもしかしてさ気づかないうちに取っちゃってた説ないないわたまにある、たまーにあるんですよ。うん。4回に1回ぐらいあるんですよ、僕。そういうの。死にゲーで。ない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 っつってる割に気がついたら持ってたっていうパターンあるんですよ。でもなんかなさそうだな。これ開けてるだけだな。うん。なんかワインセラーって言ってたよな。ワインセラーってなんかショップだよな、多分な。あれ？おい！は？いけないんだけど。どういうこと？ここか。ここを開くのか。あ、ブーン。はい。そんで、え、ここ、なんか、駅来ちゃったけど。ロレン、あ、これじゃないロレンツィーニアーケードって言ってた気がする。おい、来た！おー。あれ、なんか人になったぞ。急に。マジか、急に人になったな。人っていうか、この、赤化病のなんか、患者になったな。こいつらによく聞くっていう、なんか、指輪売ってたんだよね。あれ、買ってくればよかった。いやーめっちゃ気持ちいい今のやばくない二連好き。ここにいたってこと
お化粧でもしてたんかな。あ、でもここ臭い、ここ臭い。怖いんじゃないか、これ。いない？ぜっ。うわ、なんだなんだなんだ、なんだこの化け物、なんだこいつ。弱い、見かけ倒し、弱い。鮮やかなエルゴのエルゴ。なんだ？あ、びっくりした。電気か。いや、これは、ワインババアのワインありそうだな。普通にな。めちゃめちゃありそうだわ。ワインババアのワイン。どこだ？なあ、どこだろうなあ。あ、これはダメだ。開かない。もう分かってきた。赤い点がついてるやつ開くんよ。あれ？これでも、ボンファイリットだな。でも絶対この通りにありそうだな。うわぁ、面白い通りだな、これな。なんだ？なんか、ユーピオの姿がっつって、受付のお姉さんに。どうした？あら、あなたの姿があって。どうなったの？え？なになに？ヒゲかなんか生えてきた？どうしたどうしたどうした？え？なんか、心臓の音みたいな。あなた変わっているのね。もはや人間ではなく、人形ではほぼ人間ね。え？あれ？あれ？髪伸びたぞ！すいません。1000円カットを紹介してもらっていいですか？お金が今あまりないので、なんとなく短く切ってもらえればいいんですけどね。髪伸びたぞ、普通に。何これ？え？髪伸びた。ロン毛になった。これこれこれ。カーカス処理用のアミュレット。これを装備してると多分、赤化病っぽい敵にダメージが強く入るやつだね。なんか、ソフィア姉ちゃんに肖像画を見に行ったらって言われたんだけど。あ？ちょ、誰だ？いたずらしたの。誰だ？ユーピオの鼻が伸びてるぞ。誰がいたずらしたんだ？怪しいですね。この部屋には一人しかいませんからね、おじいちゃん。よし、なんとしても、ワインババアのワインを絶対に手に入れるぞ。髪が伸びたぞ、ユーピオが。なぜか。人間みたいに伸びた。これまたどうせ出てくるんだろ、横から。はい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 。いつものやつ、いつものやつ。走ってこい、走ってこい。こんにちはって来るじゃん、いつも。あ、それ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 。いた！はい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 。なになになに、気持ち悪いんだけど、なにこれ。なになになに、さっきのやつ？あー、なんか腐食ってなんだ、なんかブジュブジュ出てるし、もうキモいなー。キモい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 。爆発するんじゃないの？しないんかい。爆発する見た目やんけ、こんなの倒すときにな。ゾンビゲームあるあるだよ。あれ、まだ出てくる？なんだ？タイミング近くない？遅かったぞ、お前ちょっと。ワイン。なに？なんかめちゃくちゃ出てきそうだな。痛みがないよ、危ない。あ、行き止まりじゃないこれ。ここ開くのか。鍵が必要。なるほどな。ショートカットだけど鍵が必要なのか。じゃあもう一本の道だな。これも開かない。ワインババアのワインど、あ、この店怪しいな。うわ、来た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 。あれ、こいつでもさ、あれかあれか。わかったわかったわかった。はい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 。なんか、トゲー、トゲーって伸ばしてくるやつだよね、確かね。クリティカルヒット、フルパワー。はい！行って、なんで後ろも来るんだよ、それ。このゲーム結構後ろに来るの多いよね。クリティカルヒット、クリティカルヒット！はい！はい！はい！いいよいいよ、結構入った、結構入った。はい！いてててていてててはい！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 あーら！け！くらえ！おら、その土手っ腹にナイフをブスブスいっちゃったぜ。大丈夫？具合悪そうだけど。これワインじゃないか？これワインだろう。ワイン取った瞬間今日はもう終わりになるんで。はい、今日は、うわぁ怖っ。うわぁ、てて、オッケー。いや、この武器マジいいわ。マジ気持ちいいね。ワインか？ワインか？違う。ドキドキするね。取る瞬間ドキドキしない？取った瞬間即終了ですからね、本当に。はい、先に言っておきます。
ワインババアにはまだ渡しません、しかも。こういうところあったりするんじゃないの。ロレンツィーニ、アーケード1階の鍵。なるほどな。向こうのアーケードの1階、アーケードが開くのか。よし、開けていこう。でも、尺的にそろそろなんよね。うん、多分俺の体感で。結構体感でいつも撮ってんだけど。めんどくせえな。上がってくんじゃねえよ、いちいち。射撃がいる。危ない。わー！ごくごく言ってる！何？数問ある？むしろ。人形なんだけど、こっちとは。うるさいな。返せ、汁！ゆうぴょの汁。なんかゴクゴク言ってたけど、何飲んだんだ？うわ、なんだこれ。え？これ本当にあるの？ワインババアのワイン。なんかワインババアのワインがありそうな雰囲気に見えないんだけど、これ。なんかもう変な巣みたいなとこ来ちゃった。来たな。ほら、来いよ。はい。そんな簡単に抱きつけると思う。危ない危ない危ない。腐食スライム。腐食スライム。あれ、これはなんだ、取れないのか、こっち側からは。あれ、なんかまた、あれ、なんだなんだ、2体ぐらい出てきたぞ。スライムが出てきたのか。弱なんだ、爆発すんのこれ。スライムからついに生まれるようになってんのか。お前やめろ、それ本当に。いい加減にしろよ、お前。はい、はい。オッケーオッケー、よしよしよし。はいはい、ゲット。まばよいエルゴ。これは色鮮やかなエルゴ。なんだ人形。人形は急に来た。いてててい、てて。あれ、なんか、蝶々が出そうな感じだけど、出ないのかな。こっち、いや、違うな、ここだな。この部屋だな、絶対。ってことは人形に混じって出てくる感じだな。うわ、金だ！やばいやばいやばい！これは逃せない！硬い！硬い！この2、この、やばい！ちょっ！よしよしよし！かい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 ！半分の月長石。はい。はい。はい。痛いね。やばい、時間がもう本当に縁も竹縄だ。ワインババアのワイン見つける前に今日終わってしまいそうだな、このままじゃ。意外とないね。うん。結論。思ったよりない。うわー、マリリンだ！やばいって、ここでマリリン。マリリンやばい！痛い痛い痛い！マリリン強いんだから。あ、痛い痛い。うわー、はい！それ！オッケー。よいしょー、マリリン、ドラ！あれ？行ける場所がないぞ。お、ここワイン臭くね？これワインだろう、絶対。ついに来た臭くないか、これ。俺の想像してたワインなんとかじゃなかった。危ない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 。はい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 。おい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 。ユーピオ最高？あー、最高外した。最高？はい。いいね、いいね、いいね。どうす？いや、あんだけしかいらないの？マジだるいな。これ、どう見てもワインありそうだな。はい。リロード。からの、ゆうぴょ最高か？はい。どうすん？強行撃！はい、強行撃！はいはい。はい。はい、強行。うえぇ、はい、それ当たらない逃げろ最高出してこっちに逃げます危ねえ危ねえ、ゆうぴよはいはいはい、最高が出ない危ない、はい、ここでため攻撃こやあぶね。逃げろ、逃げろー。これワインだぞ、絶対。どう見てもこれ足場ワインだろ。リロード、リロード。最高。はい。引け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 。はい、入った。わおわおわお、見えない見えない。やばいやばい、
これ絶対はいいんだよ、これ今日のこれクライマックスだろ、これこうどう考えても。お、チャンスチャンスチャンス、はい、最高。あー外した。あ、なんかでもこれ入りそうだな。そう来るのね。リロードがない、最高が使えない。あ、わかったわかった、これさ、これさ、そいざ、いいねいいね。あー、これじゃ、これだ、これこれ、例のこれだ、わかったこれこれ、例の例のね、例のこのこの戦法、ジャンピングアタック、そいざ、いいねいいね、これ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 、こっちこっち、うう、あああ、右だ右だ右だ、はいはい、そいざ、あ、いいねいいね、はい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 、はい、おお、なんか取った取った、ラダイフフレーム、いいじゃん。これあれだろ、多分このフレームだからこれだろ、これじゃない。お、いいね、ラダ社の重量があるにもかかわらず信頼できる代物。ちょっと重たい。お、なんかここの指輪も変わったな、インベントリのなんかイケメンのお兄さんになっちゃったよ。なんか短い方が可愛げがあったの、これ臭くね。あー、取ったら終わっちゃうぞ、取ったら終わるぞ、フェイブル型です。おー、ドキドキする、ドキドキする。これじゃないのか、どう見てもこれワインセラーだよな、ないのか、どっかありそうだけどな、残ってる1本ないのか、どっかに、どっかに1本ぐらいないのか、あれないの、え、どう見てもこれワインだぞ、これ全部。こっちか、この辺とかないのか、ないのかこれ本当に。え、普通いなかったんだけど、あの地下に。モンド館コンサート、え、モンド館で開かれるコンサートへご招待します。はい、ロレンツィーニアーケード中央広場コンサートやるらしい。いや、コンサートいいんだよ、もうワインがさ、もう本当に縁も竹縄です。これ開くんじゃない、アーケード地下街の鍵ですよ。なるほど、え、ちょっと待って、あ、これか、ジミーの鉄の仕事、違うな、本当にないね。あー、気持ち悪い気持ち悪い、これ開くんじゃない、いや、開かない開かない、これ開かないわ。え、え、ちょっと待って、うわー、もういいや、ワインなかった、